マルアーノシャマフは、フランスロットイコールエイコールガロンヌ県、トネイン出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。少年時代は、地元のローカルクラブでプレー。すると、FC 時ロンダンボルドーのスカウトの目に留まり、2000年からは、ボルドーのユースチームでプレーする。2002年にトップチームデビューを飾ると、ペドロ・パウレタの後継者として定着。 2004から05シーズンは13得点を挙げて、チーム得点王となった。その後は、不調が続いたが、2008から09シーズンは、ヨアングル・キュフ、フェルナンド・カベ・ナギラと共にゴールを量産。再び13ゴールで、チーム得点王となり、チームの10シーズンぶりのリーグワン制覇に貢献した。シーズン終了後は、アーセナル FC などが獲得に動き、 本人もプレミアリーグ移籍に前向きな姿勢を見せたが、優勝後、チームに恩返しがしたいと残留を表明した。2009年10月24日のルマン UC 戦でリーグアンツさん50得点を達成した。2010年5月、ボルドーとの契約満了に伴いアーセナルへの移籍が決定した。2013年8月12日、クリスタルパレス FC へ1年契約で移籍。 2015から16シーズン限りでパレスを退団するとフリーの状態となった。2016年10月11日、以前から関心を示していたニール・ウォーノック率いるカーディフシティ FC と翌年1月までの短期契約を交わした。しかし交代出場2試合のみとプレー機会を得られず、12月29日にキーラン・リチャードソンと共にクラブを退団した。 その後2年半の無所属期間を経て、2019年5月に現役引退を発表した。フランスのユース代表としてプレーした経験を持つが、2003年にアフリカネーションズカップに出場するために、モロッコ代表としてプレーすることを選択した。クリスタルパレス、シャマーク加入を発表。ゴール、2013年8月13日閲覧。カーディフシティ、 ニール・オーノック・メイクス・マローアネ・チャマック、ヒズ・サード・サイミング。BBC スポーツ、2017年1月13日、閲覧。カーディフ・シティ・リリース・キーラン・リチャードソンマローアネ・チャマック。BBC スポーツ、2017年1月13日、閲覧。元モロッコ代表 FW ・シャマフが、現役引退。かつてはアーセナルでプレーサッカー・キング。 2019年5月27日閲覧。ありがとうございます。